人、物、金をテキサスへ、 CCIM のルークです。今回は、映画のメッカ、ロサンゼルスで日本の映画を紹介するイベント、ロサンゼルス、日本映画祭の主催者である、日米メディア協会の代表である朝倉優馬さんと対談します。朝倉さん、お元気ですか？はい、よろしくお願いいたします。元気です。映画祭も今回16回目ですよね。そうですね、はい、いや結構長い歴史、小さい映画祭なんですけども、うん、コミュニティ、映画祭的な意味合いは強いんですけど、とにかく日本の文化、日本の映画をアメリカで紹介しようというところから始まった映画祭です。普段はね、毎年、2世ウィークの8月とかね、ちょうど今頃ですよね。日系のイベントということで、ああいう日系の団体と一緒にねやることが多かったんですけど、去年は何もできなくてオンラインだけで、そうですよね、上映することになりましたが、今年はなんとか、今年はハリウッドのそうです、ね、モンロー、マリリン・モンローシアターっていうのがハリウッドにあるんですけど、そちらとオンライン、つまり日本の方にも見ていただけるように、映画によってはですけど、なってますので、もちろんその対談とか、Q&A とかも世界中の方が見れるようにして、する予定ですので、それをぜひ、オンラインならではの、その楽しみ方もできるし、日本にいてもハリウッドを感じていただけるように劇場でも上映とか、もちろん日本からもゲストの方が来ますし、ハリウッドの関係者もそちらに来ますので、楽しんでいただけるんではないかなと。そうですね、いろいろこう工夫を今予定をしています。今までね、過去には、この間亡くなった大林監督とかね、そうですね、中台さんとかね、そうですね、中台さんも来ていただいたりとか、いろんな方に支援をいただいている映画祭ではあります、桃井かおりさんもね、2年ぐらい前に、3年前ですか、監督賞を取ったですね。そうですね、桃井さんもね、いらっしゃってますし、アメリカで活躍されている俳優さんなんかも、一つの、きっかけとかにねなったり、いろんな出演をされる、発表先になったりっていう、なかなか映画を作っても発表する場がないっていう、特に海外に発表する場がないっていうのが一番の問題っていうのがありまして、でそれをとりあえずハリウッドで、うちで、やりましょうっていうことで、始まったのがこの JFFLAなんですけど、そうですね、去年今年はコロナ禍の影響でリアルにいろんな人とは会えないんですけども、以前はね会場に例えば映画関係の、アメリカ人とか結構来てましたよね。そうですね、毎回そのパーティーみたいな、レセプションっていうんですかね、開いて、交流ですね、そのハリウッド関係者と、あるいは日本の映画関係者との交流、そういうのってすごく大切なんですね。そうですね、その中から生まれるものって多いですし、で日本の方にも、日本人だけに映画を作るんではなくて、世界の人に向けて映画を作ってもらいたいっていう考え方ってすごく多いんですね。だからそれを少しでも小さな形ですけど、実現していただける場として、うちを使っていただけると嬉しいなっていうところがあって、NPO 活動として続けているんですね。でも朝倉さんもね、この映画の関係のプレゼントですよね。そうですね、何年ぐらい前から表に出たんですか？僕は最初ボランティアでお手伝いしてただけなんですけども、もともとやってたプレジデントの方が日本に帰られたので、10年ぐらい前からかな、交代してやらさせていただいてるんですけど、そっかそっか。でもあれからね、ずっと
これ朝倉さんって日本の方でも仕事があって、もうアメリカと日本両方行ったり来たりするんですね。行ったり来たりっていう生活を僕は今20年ほど続けていますけど、うん、はい、まあ去年からはちょっと大変な思いをしながら往復を続けています。うん、はい、まあ、確かにこのコロナ禍で、はい、これは暮らしさんも、まあ、お互いに大変ですよね。同じ話なんですけど、うん、はい、ということで、さて、あの今年は第16回目ということで、はい、いつでしたっけ映画祭は。10月4日からオンラインがスタートして、うん、はい、週末の土日ですね、10月の9、10が、シアターです、はい、マリリンモン、ハリウッドのマリリン・モンローシアター、詳しくはホームページに出てきますけども、うん、そちらで、実際に、表彰式も行う感じになります、上映と。ですからオンラインで、まあ、約1週間、うん、あと上映、普通の映画館でも見られる、うん、まあ、映画館でしか見られない映画もありますし、うん、はい、今回は全部で何作品ぐらい来るんですかね。やっぱり超短編合わせて20作品ぐらいですね。うん、20作品、これは、はい、いつもあんまり変わらないんですけど、はい、うん、あの今年も過去最高の応募作品が出ましたし、なかなか面白い、うん、年々そのいわゆるレベルが上がってきているんですけど、今年もとてもいい映画が集まりました、はい、だからぜひ、ね、その有名な俳優さんが出てるっていうよりも、一つの映画として見ていただける機会になるんではないかなと思いますし、短編なんかもすごく面白い。最近この日本映画っていうのがどんどん質が上がってますよね。そうですね、うん、結局日本映画っていっても、その本当昔だと日本映画イコール侍とかね、芸者とかみたいなイメージしかなかったんですけど、はい、今違うんですよ ね、 そうですね、本当にだん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 ですけど、うん、世界に持ってっても、うん、全然恥ずかしくない、はい、そういうコンセプトを持った映画が増えてきてます、はい、で実際その言語とか関係ない状態の中で、はい、もう俳優さんもその日本人だけじゃないとか、うん、そういう映画が増えてきています。あ、しかも特に日本の場合はね、大きなお金がつかないんで、まあ、限られた予算の中でかなりしっかりしたものを作ってますよね。そうですね、もう本当にこれは皆さん努力苦労されてファンドレイジングをやられてたりとか、はい、スポンサーつけるの苦労されてると思うんですけど、うん、それでもなんか一つの作品を世の中に出そうってことで、うん、はい、まあ、本当に一生懸命やられて、うんうん、いますね、はい、まあ、私がね、応援している村岡プロデューサーのナンクルナイさんがね、はい、招待映画ってことで。そうですね、今年はそのナンクルナイサという、はい、まあ、沖縄の映画、をアメリカで、ぜひこれ、まあ、コメディ笑って、まあ、泣いてそうですね、っていうところはあると思いますけど、まあ、こういったこの中でね、みんなが落ち込んでいるときにはすごくこうみんなが明るくするような映画ですよね。そういう映画をぜひ見ていただいて、明日の活力っていうんですかね、そうですね、なっていただけると僕らもやってて嬉しいですし、うんうん、ぜひね、もうこの映画祭って手作りの映画祭って皆さん呼ぶんですけど、はい、全員が僕も含めてなんですけど、そうですよね、ボランティアだけでやってて、はい、ものすごく手作り感が強いんです、ね、はい、ですからぜひね、うん、もし見てて私も手伝いたいと、こんなことだったらできるっていうのあったらね、ぜひ連絡いただきたいですし、そうですね、一緒にやってる感みたいなね、はい、一緒にやりたいなっていうのがあります。日本映画をもう海外にどんどん送り込むというお手伝いですので、はいはい、ぜひそれに共感いただける方はね、お願いしたいなと思ってます、はい、まあ、下にこの映画祭のいろんな情報のリンク先を貼っておくので、はい、ぜひご覧になってですね、ここですね、はい、まあ、ご興味のある方は連絡先を書いておくので、はい、連絡してもらったり、あとはその10月2日からの映画祭オンラインでも参加できるそうなの で、 そうです、ね、ぜひ皆さん参加してください。はい、よろしくお願いします。今日はそうそう、これ、ね、これ忘れてました、これパンフレットですね、はい、これ去年のですかね。はい、去年のですね、うん、はい、今年のはまたできますけど、はい、スポンサーも募集してます、うん、これをこういうところに
広告を載せたり、もちろん日本でも募集してますので、ぜひお願いします。はい、ということで今日はアメリカに住んでる2人が、ここね、私の関係者のアウグスビールが、まあ、今コロナ禍であれなんですけども、を出してる、ラボキッチンっていうね、お店なので、こちらのリンク先も貼っておくので、美味しい食事が食べるので皆さんお越しください。以上、朝倉さんと私でした。よろしく。よろしくお願いします。